小西洋之君。総理は昭和47年見解と違って4月1日の解釈変更は閣議決定をしたからいいというふうに言っています。これは安倍総理が議員内閣制の意味全く分かってないことの証明以外の何もんでもございません。主権者国民との関係で言えば閣議決定なんかどうでもいいんですよ。閣議決定は行政の中の手続きにしか過ぎないんですよ。主権者国民の関係で一番大切なのは唯一の国民代表機関である我々国会が内閣をちゃんと監督できたかどうかなんですよ。内閣を監督するためには今おっしゃった7月1日のわけのわからないような答弁だけでは監督はできないんです。具体的などういう文言論理に基づいて解釈の変更を変えるのか、この閣議決定案そのものを国会で審議を受けるというふうに言ってるんです。なぜこんなことが起きているんでしょうか。憲法何もわからない安倍総理とそれを支える外務官僚を中心とした強心的な官僚集団がこういうことをやっているんです。安倍総理にもう一度伺います。議員内閣制を蹂躙して国民を否定して憲法を解釈を変更したというふうに認めませんか。やっぱり委員長、指してないです。岡田博史君からただいまの小西洋之君の発言中に不適切な言辞があるとのご指摘がありました。五国理事会において、速記録を調査の上適当な処置を取ることにいたしますが、小西君、十分その辺のお気をつけてご発言願います。小西洋之君、もう一回、はい、どうぞ。委員長、国民の皆さんを思うことと、日本の法の支配を思うこととのあまり今不適切な宣言がありましたんでしたら、それはお詫びを申し上げさせていただきております、いただきたいと思います。しかし、今問われなければいけないのは、安倍総理が犯した暴挙でございます。このことを国会で我々は追及しなければいけない。ゴールデンウィーク明けに安保法制が当たっているそんな問題ではないです。委員長に申し上げます。国権の最高機関の委員会としてこの付帯決議の違反についてしっかりと委員会で審議を行うこと、そしてその内容について国民にしっかりと説明をすることをお約束検討いただきたいと思います。五国理事会において協議いたします。それでは安倍内閣総理大臣。小西、もう少しですね、冷静になって議論した方が私はいいと思いますよ。相手にレッテルを貼ったりとかですね、誹謗中傷をする場所では、ございませんから、お互いにちょっと落ち着いてですね、相手をどんどん指さしたりとか、そういうことをするのはお互いにやめた方がいいと、このように思う次第でございます。